元州 DB プロミは韓国、カン韓ンド元州市を本拠地とするプロバスケットボールチームである。韓国バスケットボールリーグが発足した1997年、当時ポケベル事業を営んでいた、ナレ移動通信を親会社とするナレブルーバードとして参戦。本拠地をカン韓ンド元州市として、選手構成は社会人バスケットボールの韓国銀行と韓国産業銀行の 両チーム出身の選手たちを中心とした。社会人、バスケットボール時代のこの両チームは、国策銀行参加という特殊な背景のため、大学を卒業する有望新人のスカウト戦に参戦、できず、選手構成に貧しい再位の常連だった。しかし、いざシーズンが始まると選手たちの組織力と、外国人のジェイソンを入りほどの活躍で3位に、 躍進した。しかし、この頃は、韓国社会もポケベルから、携帯電話に重心が移り始め、ポケベル事業だけで、携帯電話の事業は、持っていない親会社の慣れ移動通信の実績も、傾き始まる時期だった。これで、慣れ側はこれ以上プロのバスケットボールチームを、運営するのは無理という判断に基づき、球団売却に出る。ここで、1999年、 ミホコンピュータが買収し、厳州散歩をエクサスに変わる。以後、親会社の名称変更に沿って、チーム名が、厳州 TG エクサス、厳州 TG 散歩、エクサスに次々と変更される。2004から2005シーズン途中、TG 散歩コンピュータが倒産したため、次シーズンより、損害保険の大手で総水が、本拠地カン護ンド出身である。 東部火災に譲渡され、現チーム名となった。2007から08シーズン、3シーズンぶり、現州東部としては、初の韓国一に輝く。2020年、中村太七が、韓国プロバスケ初の日本人選手として加入。ありがとうございます。